追走のレギュレーションとしては、はい、当ててもいいけれどもスピン、はい、コースアウトさせてはならない、はい、なるほど、当然そういうことになります。さあコースインしてまいりました。谷口が来たよ。ここからベスト16 HKS ワークス S1 号谷口伸輝現在シリーズランキング第4位、44ポイント獲得。しかしまだ今年優勝はありません。なんでみんな今日はこうなんですか。今バラバラ言ってましたね。谷口のエンジン壊れたか。今回のこの優勝候補、こんなことやってる場合じゃないですね。さあ続いて出てまいりました、ブリッツワークスの R34 スカイラインフォードアセダン、人気ナンバーワンのこれが野村健だ。拍手で迎えてあげてくださいね。さあ続いて白の FD アペックスワークスが入ってまいりました。これがゼッケン1番チャンピオン今村陽一、よチャンピオン。名実ともにチャンピオンになるにはここで優勝してほしいところ、目立ち度はナンバーワンだ。KO 室の S1 号を狩るのは風間彩之助。アホか、アホか、バカです、本当にバカです。さあということで内田さん、はい、いよいよ16人コースインいたしました、はい、まあいわゆる D1 はこっからが本番と、はい、そういうことですね。いうことですよね。ここからただですね、ちょっと今心配なことがあるんですよね。なんでございます、谷口のエンジンが吹けない、もうヘアピン侵入のお客さんはもう谷口の車しか見てないんですよ、みんな。 T カー、谷口 T カー登場。いやもちろん HKS にしても、はい、やっぱりデモカーというかね、はい、展示車両として持ってきてますから、はい、ただスペアカーとして登録申請されてます、はい、ということは出られます。いや出られるんですけども、その仕様っていうか雰囲気が今までずっと走ってきた車と違いますよね。これ、いやこれはきついですよ。これはきついですね、谷口にとって、かなりマイナスになりそうですね、はい、ミッション交換とかですね、そういうレベルじゃないですからね、はい、うん、タイヤだけね、チェンジするみたいですね。慌ててメカニックが、はい、HKS のメカニックがコース上で今タイヤを交換しております。とんでもないことになりました。ベスト16、谷口伸輝対三木隆二の対決。さあどうやらボンネットも閉まりまして、ゆっくりと動き出しました、はい、ゆっくりと動き出しました。さあいよいよベスト16一組目始まりました。 HKS ワークスの谷口伸輝と、そしてその後ろからトップシークレット S1 号三木隆二の、まずは一組目入りました。さあビタビタ、まず大きく打ってきた谷口、大きく打ってきた、角度がある点で、角度で谷口、ものすごい角度で谷口が来た。感覚で決めた三木隆二、角度での谷口。さあまずは1本目終了、はい、ゴブ。雰囲気的にはやっぱ本ちゃんの車の方が調子良さそうですね。もちろんもちろん、ね、はい、1本目はゴブ、まあ要するに両者大きなミスはありません。さあ入れ替えてスタートしていきました。さあやってまいりました2本目、まず三木、ああ三木ドリフトしてない、三木真っ直ぐに戻った、そして谷口が詰める。谷口強引に強引に持ってった、谷口ドリフトしてない、ちょっと詰めすぎたところで谷口も戻りました。谷口がイーンできてドリフトしてない、はい、三木は入り口でドリフトしてない、なるほど、 S 字でやってませんでしたね、はい、ゴーブです。わかりました。さあということで、はい、1組目サドンデスに入ります。もうミスした方が負けですね。ものすごい状況になってきた、レベルの高い戦いはまだ決着がつかない。さあ思いっきり振って三木隆二も入った、戻った、三木隆二、そして立ち上がりでそれでも食らいついていく三木、どうだ、これも微妙ですよ、うわー三木、あー三木クラッシュ、三木クラッシュ、これで勝負あり。この勝負谷口伸輝ウイング取れちゃいましたね、ちょっとインに入りすぎちゃって、ね、やられましたね。いや谷口相手にいい戦いしたよ。いや五分でしたからね、ああ決めきれませんでしたから。ああ第5戦エビス、第6戦関谷と非常に順調に上位に来るようになりました福田博史、対するはここまで6戦中5000ポイントを獲得野村健。野村選手もね最近ねスピードありますからね、ありますよ、はい、少し間隔を置いて福田がものすごい角度で野村健詰めてきてきますよ。そして野村健にも詰めてきた、あ福田戻った、野村健も戻った、野村健がヘアピンでやはりちょっと頑張りすぎましたか。いやでも野村健詰めてる、詰めましたね、詰めてる。福田がね今ヘアピンでねもろ戻っちゃいますね。追走2本目野村健、そして後ろから福田博史、流してきた野村健、距離はいい、さあビタビタの状態で福田が来た、近すぎると危ないぞ。さあ福田博史が S 字で、そしてヘアピンでどう詰めて、野村健戻った、野村健戻った、前を行
く野村健が明らかに大きく戻ってしまった。これは決定、福田博士、はい、思ったよりもこれタイヤグリップ感出てないですね、まだね。田所義文の86が前です。後ろから S13 の末永雅夫が追いかける。若手同士の対決ということになりました。これから勝負が始まります。いい、ビタ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 の距離で入ってきた。末永がぴったりとくっついてるぞ。さあ田所、そして末永、角度がちょっと浅いな。ちょっと戻ったな。圧倒的にアドバンテージ田所義文。自分の走りをすることができれば田所立ち上がりますが、さあ来た末永、そしてものすごい振りで末永、これさあスピンだ、危ない、田所危なかった、大きくスピンコースアウト、末永の勝ち。これは大逆転、末永の勝ち、末永ベスト8。何がどうなったんですか。今ね、遠的の外に意外に入っちゃいまして、芝でね、思ったよりも車がね、取られちゃったんですよね。赤の86、林渡160馬力、そして熊久保信重 S15 470馬力、はい、こんな馬力が違った状態で一体対戦ができるんでしょうかと思うあなた、さあこの一戦を見てみましょう。お、さあ横に並んで振ってきた。この角度ならどうだ。さあ越えきた、あまりにも林渡るか、かわいそうだよ。もうね、ちょっと申し訳ないぐらいレベルの差がありましたね、今ね。さあ2本目、熊久保が前、そして後ろから林渡るが追いかけてきた。さあ熊久保、そして林渡るが懸命に詰めている。それでも軽量の86を生かして突っ込んできた。林渡るもよく頑張っている。本当によく頑張っている。これゴムって言っちゃおうかな、クマ、はい、ということでベスト8進出、熊久保信重。実はすでにこの2003年度のシリーズチャンピオンを決めました今村陽一。そして対戦相手はこのベスト16初、松田豊久の対決ということになります。さあ入ってまいりました。これ松田も一発狙ってきますよね。来るよ来るよ、大チャンスですからね。浅めに、そしてインナーに飛び込んで、今村も若干ミスがありました。お互い完璧じゃないんですよ今の。お互いミス、ミスがありましたね。今村もちょっと滑っていきました。今ミスしましたね。フロント滑って、ね、ヘアピンでこれゴム、これゴムですね。2本目です。さあビタビタで松田の後ろで打ってきて、近いぞ近いぞ近いぞ、入ってる入ってる入ってる、今村飛び込んだ飛び込んだ、今村抜いて抜いて、ドリフトさせない、松田にドリフトさせない、ベスト8進出今村陽一。これはもうお巡りさんに横付けされた暴走族みたいなもんですね。これはすごいわ、はい、ああいう手があるんですね、ええ、ドリフトさせない、はい、この松田はね、左にハンドル切りなかったんですからね、今ね今多分横見てどうしていいんだっけ、みたいな感じですよね、今のはね。さあ、高橋邦明と吉岡俊樹が入ってまいりました。パワーも違うし、だいたい車重がね、倍ぐらい違うんですよ。違いますね、高橋いいですよ、高橋いいよ、高橋の振りがかっこいい。そして吉岡がそこに飛び込んで追いついてくる、そこに飛び込んで追いついてくる、吉岡戻ってない、さあこれも抑えにかかって、どーっと高橋持ってった、高橋高橋もそれにも負けずに持ってった。立ち上がりでもインに入られちゃってますからね、うん、吉岡にね、これが2本目です。さあ吉岡に高橋がぴったりと、あー持った、高橋戻った、高橋が戻った、しかし吉岡もそれでもインに持ってった、吉岡もミス、吉岡もミス、吉岡はヘアピンでミス、そして S でミスしたのが高橋邦明、決まり、さあ最初は決定いたしました。シリーズ第2戦、雪の美北での優勝が思い出されます。さあそこまでまた来ることができるかどうか、ベスト8進出をかけた田中和弘、上本久志の1本目です。ライトつけた、さあ入ってきた、かなりスピードを上げてきた田中、そして上本久志も同じように食い込んで入ってくる、ゴブ、まずはこの1本目、あ、田中戻ったか、今戻ったか、若干と上本もまたクリップをつかないでダンロップを回ってったという、両者ともにダンロップでミスがありましたね。そうですね、ゴブ、はい、その辺うまいですからね、田中は。そして田中がやはりぴったりと
S 字からぴったりと入ってるぞ。そして田中戻った。これはスイーツ。田中戻った。行き過ぎましたね。すごかったですね今のは。ベスト8進出、すごかった。神本隆史。グリーンの S15 慶応基地のマシンに乗り込んだ風間康之と、そして黒の86寺崎玄との対決ということになりました。あーダメ、ぶっちぎってる。かなり上げてきましたね。全然1コーナーのもう進入でぶっちぎってる。ダメ。さあそしてこの状況下の中でまずは緑のマシンの白煙黙々、風間康之、そして後ろから寺崎玄、ほとんど真っ白で追いついてる、追いついてる、何も見えません。寺崎有利という見て判断をするわけですね、はい、今の場合の追走の立ち上がりの時点では後ろにきっちりといなくてはいけないと、いなくてはいけない、ぶち切ってはいけないというルールがあると、はい、風間康之がさあ追いかける形で入りました。パワーがあるから、はい、感覚を上げてるね。ものすごい玄さん振ってると、うわー入ってきた、ギリギリ打ち込んできた風間。これは風間もいいですよね。今の進入は非常にかっこいい。さあインから狙ってる。この勝負はゴム、はい、これは今風間よくスピード合わせましたね。前のアドバンテージの状態で勝負決まりました、はい、寺崎玄です、うん。